こんにちは。いい加減配信無責任 YouTuber リホチャンネルのようです。令和5年5月8日月曜日、今11時半になるところです。お忙しいとこ毎度お邪魔します。お騒がせします。昨日大変、雨風ひどくて、この辺りは木曽川が水位が上がってたみたいで、アラート、夜中に起こされました。朝方だったかな。昨日はバイトがなかったんで、とても、ラッキーだなと思ったんですけど、一晩中屋根の上でゴーゴーゴー言ってましたね。朝起きたら、ちょっと重ねてあったトタンが散らばってたぐらいで、そんな被害はなかったですが、皆さんのお宅ではいかがだったでしょうか。先日地震もあって、能登の方で、私の友人の宮本ちゃんは、大丈夫だったみたいですけど、土砂崩れとかなかったでしょうか。うちの教会の、昨日は校舎祭りだったんですけど、そんな雨だったので、ちょっと離れたところにある母の実家の教ある教会、三重分教会から会長さんいつも、ご夫妻で準教に来てくださるんですが、来られなくて、朝あのメール LINE が入ってて、なんかうちの教会、あの神殿の方は新しくしたんですけど、教職者って言って、会長宅の方は、とても老朽化しててボロボロなんですよね。で、雨漏りがひどくて、寝てる寝室の顔の上に降ってきたって言ってました。今晴れてきたので、これから乾いてくるとは思いますけど、隣のおばさんも、寒いって言って、言ってました。今日はこんな俳句なんですけど、母は闇抜けただろうか白ボタン、母は闇抜けただろうか白ボタン。青木英子さんっていう俳人の方ですね。何かお母さんに大変なことがあったのを心配しているっていう俳句みたいですけど、これを見て、私は母のことを思いました。今日は面会の日で、施設の、特養老人ホームに預かってもらっているんですけど、面会予約してあって行ってきました。母の日が近いんで、カーネーションのちっちゃい、箱に入ったやつと、ケースに入ったのと、柏餅を2個、隣の人と食べてって言って持って行ってきましたが、元気そうで、お風呂入ったばっかりで、なんで入ってこんっていうのはいつも言うんですけど、外におると寒いやろっていう何遍も言ってました。で、昨日その外がかき回されたのもあるのか、私の気持ちの中もちょっとなんて言うんですね、いつもこの子は強気なんですけど、弱気になってまして、気持ちがしぼんでいくような感じ。心もとない、心細い感じですね。
そんなのもあって、まあ、母の顔を見れてよ、よかったのはよかったんですけど、元気そうだったし、話もできて、孫の、写真なんかも見せて、来ましたが、ここにこういうのがあるんですね。これはいつもここに置いてあるんですけど、いたずらラッコのロッコっていう、これ多分父の工場かなんかの、からもらってきた本じゃないかと思うんですね。ちっちゃい時の。で、いたずら書きが表紙にしてあるのはわかりますかね、これ。こういう感じで。これ、どうも10歳の頃に、家出を図った時の書き置きが書いてあるんですよ。父上、母上、10年何ヶ月、3ヶ月って書いてあるの？あ、クエスチョンだ。10年何ヶ月の間、お世話になりました。しばらく家を出ます。勝手な行動、お許しください。ミツタカって書いてある。もうこの頃から、こういうことを繰り返してて、時々ふっとこうなるんですよね。今もそれはなかなか抜けられないですね。よく言う妄想の世界とその現実界と両方常識的なことも分かってるのであれなんですが、ふっとどっか消えてしまいたいような気持ちになる時があるんですね。まあ、大変、多分これは母に叱られた後だと思うんですが、父はあんまり表立って叱ったりはしなかったんですけど、不機嫌で酒飲むと嫌だったんですけど、で母、前にも話しましたけど、僕はそろばん塾、勝手に辞めて、下車を田んぼの中に放り投げて、勝手に辞めた時があって、その時ビンタ食らって、外へと放り出されて、乳母車の中で、夜中しばらく一人で星を見ていましたけど、その後か、また別の時かもしれないですけど、そういう時に、家を出ようと思ったんだと思う。出たかどうかは分かんないんですけど、あんまり帰ってきたくなかったのは帰ってきたくなかったんだと思います。何言いたいんだろうな。まあこんな感じで、自分のコントロールがだいぶできるようになってきて、そういう時は人付き合いもうまくいくし、お金の使い方もまあまあ、今日は通帳銀行行って、いろいろしてきたんですけど、そういうのもできるように、管理がね、管理ができるようにはなってきたんですけど、でもやっぱりこの、ちょっと、自信のなさっていうのはまだどっかに引っかかってて、複雑な気持ちがします。複雑系っていう数学のなんか、研究で、導き出された理論みたいなのがあるんですけど、
蝶の羽ばたきで、それがマゼラン海峡だかどうかのアフリカの方の風を起こすっていう、気候を変えてしまうっていうような、シミュレーションができるみたいですけど、ここでこうやって私が、つまんない、配信をしてても、その日々の気持ちの変化ですね、いろんな人からいろんな影響を受けて、また私がこう発信することでまた広がっていくと思うので、こういうし、なんていうか、しょぼくれた時もそれに、乗り越える、めげないぞっていうことで、今日はちょっと配信をさせていただきます。した。もう10分、11分11秒ですね。まあ、そういうことで今日は娘も三女が帰ってくるらしいので、買い物をして鉄火丼を作ってやろうと思って、あの長芋すってそれとか、まあネギを買ってきたんで、ネギの味噌汁と思って、サラダとトマトがいっぱいあったし、まあすっかり、厨房男子になっております。そろそろお昼になります。皆さん、休憩時間、ゆっくりして、また昼から頑張ってください。Have a nice day. Goodbye. ゆほチャンネル、ありがとうございました。